おぜソウは、桜井草うかおぜ相族の多年草。クロンキスト体系では、ゆりもくゆりかおぜ相族に属している。一族一種。和名、首相名は、発見地の私物産のあるおぜにちなむ。根室用は、多ばせし、長さ3から20センチメートル、幅1から4ミリメートルになる線形で、7から9脈があり、円は、細かい突起がありざらつく。部は、 鞘状になり、内側の葉を抱く。花形の高さは、10から20メートルになり、膜質のうろこ葉をつける。花形は、根質用とは別に立つが、前年の枯れた葉の基部から出たもの。花期は7から8月。花形の上に、長さ3から8センチメートルの相乗花女がつき、20から40個の花をつける。花柄は斜め上につき、長さ2から5ミリメートルになる。 花皮片は6個あり、太紅白色。外花皮片は、長さ1.5ミ、mm、リメートル。内花皮片は、長さ2.5ミ、mm、リメートル。有水は内花皮片と同調で6個あり、約は黄色。花中は3個あり、反り返る。果実は、果てで、長さ2.5ミ、mm、リメートルの楕円形になる。日本固有種。北海道の手塩産地、サロベツゲニア、本州中部地方の私物産。 谷川学に特産し、阿光山帯から高山帯の蛇紋岩地帯の湿った草地に生育する。日本特産の一族一種。1929年7月に原博氏が尾瀬の私物山で採集したものがタイプ標本で翌年1930年に中井武之進が新属新種として発表した。同年、谷川岳でも採集された。また、 翌1931年に、手塩産地で採集された標本をもとに、縦脇三竿が、同族、第二の種として、手塩草ジャパナリリアンサイトイマキノイテイトゥーを発表し、注目を引いたが、その後は、オゼ草の発育が良いものと考えられている。オゼ草は、ジャモン岩自体に隔離分布するが、生育にジャモン岩を要求するわけではない。かつて、オゼ草は、 蛇紋岩のあるなしに関わらず広く生えていたのだが、次第に分布を縮小し、他の植物が容易に侵入できない、蛇紋岩自体に限られるようになったと考えられる。絶滅危惧痛類2007年8月、レッドリストオゼソウ族は、サク,ライソウモクサク木イソウ科の族の一つ。日本の特産族で、本族には、オゼソウ一種の実が分類される。葉は、線形で、が明らかで、 螺線状につく。千島関将か千島関将族に似るが、オゼウでは、家形と葉場は別々に立ち、歯の形態も異なる。クロンキスと体系では、オゼ僧族はユリ目ユリカに分類されている。ありがとうございます。